今日は真面目な歌をやろうと思うんですけどね、浜松のね、アメリカ、これはたくさんの方がカバーされてると思うんですけども、やってみたいと思いますね。浜松のミディアムナンバーということで初めてやるんですけど、実はフルコーラスは初めて、1番とかね、そんなんは適当にやってたことはあるんですけど、フルコーラスは初めてだな。このアルバムはですね、ジェボイ、この中に入ってる曲なんですよね。ジャケットこれですけども、浜松ね、ずっとサングラスレイバンで、この時にね、レイバンのウェイファーラーっていうタイプに変えてるんですよね。ウェイファーラー買いましたよね、私もこれ真似して買いましたけどもね、このレイバンのサングラス、この中に、まあ路地裏の少年も新録で入ってるんでね、3コーラス目の21歳が追加されたんですよ、このアルバムで初めて。なので路地裏の少年が完成した、まあアルバムとも言えるんですけどもね、今日はアメリカ休みたいと思います。
さ、ちょっとね、まだ弾き慣れてないからね、これ弾き慣れたらかっこよく弾けるような気がするな。はい、ということで今日はこの辺でお開きとさせていただきます。またお会いしましょう。